ブイクザン1850年、ビクトルクザンは19世紀フランスの哲学者、政治家。近代フランスにおける哲学史研究と哲学教育の基礎を確立した人物。パリのサンタントワーヌ地区にある時計製造業者の家庭に生まれる。10歳からその地区のリセシャルルマニュに通い、18歳まで学ぶ。貧しい生まれであったが、エコールノルマルに進学することができた。 エコールノルマルでは、ピエール・ラ・ロミギエールから哲学を学び、特に、ロックとコンリアックについての講義に影響を受けている。クザンは、哲学講師の地位を得て、エコールノルマルで教え始める。1815-1816年、哲学教授ロワイ・エコラールの助手となり、スコットランド常識学派の重要性を教えられている。同じ頃、メーヌ・ド・ビーランから心理学について、 影響を受けている。ドイツ哲学の中でも、カント、ヤコービ、シェリングの研究に進み、1817年にはハイデルブルク大学でヘーゲルと会っており、その後もヘーゲルとは交友を持った。1815年の王政復古時代から空山は、コラールに導かれ、距離派、純流派、ドクトリネアという学派に属していた。派は、政治的には、極王党派、 ユルトラと、社会主義者の中間に自由主義者として一致しつつ、立憲王政を擁護していた。1824年に、シャルル10世が即位すると復興王政は一層、反動化してゆき、クザンや偽造は、大学の職を追われた。1830年に成立した、立憲主義的な7月王政では、クザンは偽造たちと共に復権し、政治の中心を担った。 クザンは国務院顧問官や公教育大臣を務めた。アカデミー・フランセーズの会員となった。クザンはデカルト以来のフランス哲学の伝統とドイツ関連論、スコットランド常識学派の総合を試み、19世紀、フランスにおけるスピリチュアリスム的エクレクティスム学派を確立した。このフランススピリチュアリスムの学風は彼が教えたエコール・ノルマルやソルボンヌでは 主流となり、ほぼ一世代の哲学徒に影響を与えた。この頃に培われたエコールノルマルの伝統は、ジュール・ラシュリエ、エミール・ブートルー、モーリス・ブロンデル、アンリ・リベルクソンや20世紀のサルトル、ジャック・デリーだといった後の卒業生たちにまで引き継がれている。フランスで初めて哲学史研究の分野を開いたのもクザンである。近世哲学史講義クール D。 イストワール・デラ・フィロソフィー・モラール・エユ・ザ・バイ・ジエクルは、クザンの主張の一つである。彼は1828年に、歴史哲学について、連続講演を行い、歴史を3期に分け知れぞれの時代は、無限の観念、有限の観念、有限と無限の関係の観念といった、指導理念によって支配される、とした。また、 クザンによるプラトンの対話編のフランス語訳は1822年から公表されてすぐに古典として認められた。小説家フローベールはそこから大きな影響を受けた。エリック・サティの劇風図音楽、ソクラティスのテキストとして採用されている。エコール・ノルマルでの弟子としてキュスター・ブ・ジェフローーがいる。一方、1857年にイッポリット・テーヌはその著書、 19世紀における、フランス哲学、レフィローソフスフランセージュシックスシエクルデクー、ザンヌ哲学を手厳しく批判した。また、教理派全体が、フランスの文学に悪影響を与えると考えていた、批評家のサントブーブは、覚書の中でクーザンを、絶倫の同契約者と形容した。作家で、関連学派のスタンダールは、クザンのドイツ仕込みの哲学には賛同しなかったが、 王政復古家で、ジェズイットや極右王党派によって、公職追放されていた時の苦惨の勇敢な態度については称賛している。ABC 荒川育夫、を、他、平凡社大百科辞典4平凡社、1985年、P730。j b ュアリー、進歩の関連草原文庫、1953年、P268。スタンダール、ロッシーニミスズ書房 1992年 P489。エーティ・ボーで、フランス文学史中間岩波文庫。1960年 P119。エーティ・ボーで、フランス文学史上間岩波文庫。1960年 P127。エーティ・ボーで、フランス文学史中間岩波文庫。1960年 P144。サント・ブーブ、我が読草原文庫。 1952年 P81 から86スタンダールローマ散歩愛心評論1996年 P377 ありがとうございます。